全国のキャンプアンの方もキャンプアンじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。皆さんキャンプに行くとき荷物重たくないですか？で、僕は徒歩キャンパーなんですよ。なのでやっぱり荷物は軽いに越したことないんですよね。で、まあ徒歩キャンパーに限らず、例えば登山する方、そういった方も荷物を軽くすること重要です。で、積載量少ない、バイクでキャンプ行く方とか自転車でキャンプ行く方で、そういった方もやっぱり荷物は軽く済ませたいですよね。で、車でキャンプ行く方はある程度ね、荷物も乗るので大きいものも選べるんですが、ただやっぱり積載量っていうものがありますし、コンパクトであるに越したことはないですね。荷物を乗せたりとか下ろしたりするときもやっぱり軽い方がいいんですよね。で、ここは重たくてもいいからこれ持っていきたい、その代わりこっちを軽くしようみたいなのがねあったりすると思うので、今回はねとにかく軽かったりとか、とにかくコンパクトになるチェア6つ紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を日々上げています。日々上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。はい、というわけでですね、まず1つ目、ヘリノックスのチェアゼロですね。まあ、ヘリノックスといえば、まあ、コンパクトチェアの代名詞と呼ばれるぐらい、まあ、有名なチェアですね。アウトドアショップ行ったりとかしても、ヘリノックスのチェアは必ずと言っていいほど置いてあります。で、ヘリノックスのチェアで、まあ、有名なのは、チェアワンとかタクティカルチェアっていうのが、まあ、有名だと思うんですけど、そのチェアワンとかタクティカルチェアよりも、フレームの素材が軽い素材になったりとか、あとはシートのところですね。シートのところが軽い素材で作られているというものですね。一応、使用時は高さ64センチ、横52センチ、奥行き48センチで、通常のねチェアと同じような大きさなんですけれども、収納時がかなり小さくなります。高さ10センチ、横幅26センチ、奥行き8センチで、重さも 490g、 500ml のペットボトルよりも軽いです。そして2つ目、ヘリノックスのチェア1ミニですね。これはヘリノックスの定番チェアワンと材質は一緒なんですよ。フレームとかシートの材質は同じなんですけど、単純にちょっと小さくしたものがチェアワンミニですね。で、これは使用時の高さが40センチ、横40センチ、奥行き34センチ、ちょっとちっちゃいんですよ。で、収納時が高さ10センチかける横26センチかける奥行き8センチで、重さは 450g、 なんとはチェアゼロよりもさらに 40g 軽いです。で、まあ、収納時の、まあ、大きさはチェアゼロと同じなので、だから好みですよね。やっぱりチェアゼロは材質が軽い材質にしてあるんで、やっぱりチェアワンとかに比べると座り心地っていうのが若干劣るんですよね。で、チェアワンミニは材質は同じなんですけど、ちっちゃくなってるからやっぱり大きい方が座り心地いいっていう人もいると思うんで、なので、まあ好みによってチェアワンミニなのかチェアゼロなのかっていうのが、同じヘリノックスでもちょっと好みは分かれると思います。そして3つ目紹介させていただくのが、グランドトランクのメイフライチェアですね。で、メイフライチェアっていうのは、まあもともとね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、エイライトというところが出してるチェアでした。アニメのゆるキャンで一躍有名になったチェアですね。ただ、このエイライトが倒産してですね、で、エイライトの創業者が今、このグランドトランクというところの傘下でデザイナーをやってるんですよ。で、グランドトランク内でこのメイフライチェアが復活したというところですね。で、こちらは、使用時の大きさが51センチ×55センチ×33センチ。で、収納時が29センチ×11センチ×11センチで、重さは 720g ですね。ちょっとまあチェアゼロとかチェアワンミニに比べるとちょっと大きいんですけど、でも平均的なねコンパクトチェアに比べるとだいぶ軽いですね。ゆるキャンが好きな方とかにもまあおすすめですし、通常のコンパクトチェアとはまた違ったフォルムと座り心地でファンも多いチェアですね。そして4つ目、同じくグランドトランクのモナークチェアですね。こちらももともとエイライトが出してたチェアで、今グランドトランクで出してるんですけども、これはさらにメイフライチェアよりもコンパクトになります。で、使用時が 49センチ×53センチ×50センチ。で、収納時が 31センチ×11センチ×11センチ。重さは約 670g で、メイフライチェアよりも少し軽いですね。そして5つ目、ヘリノックスのタクティカルスピードツール M サイズです。これはまあ開くだけで素早く組み立てられるチェアです。使用時のサイズが高さ27センチの横 35.7 センチの奥行き 24.7 センチ。収納時は高さ8センチかける横幅8センチ×奥行き 37.7 センチです。重さは 520g です。で、これは背もたれがない、本当に簡易的なチェアですね。で、正直重さは同じヘリノックスのチェアゼロとかチェアワンミニの方が軽いんですけど、収納サイズがめちゃくちゃコンパクトになります。まあその代わり背もたれがないので、背もたれとかいらないからとにかく軽くしたい。
っていう人はこういったツールを使ってみるのもいいかもしれないですね。あとはね、組み立てもすごく簡単なので素早くね組み立てたりしたいっていう方もこういったツールを利用するのがいいかもしれないです。そして6つ目、 NEMO のムーンライトリクライニングチェアです。使用時のサイズは 49cm×53cm×64cm、 収納時のサイズは 10cm×10cm×35cm で、重さが約 830g です。で、こちらも軽くてコンパクトになるチェアで、まあチェア0とかチェア1ミニよりは重たいんですけど、一般的なコンパクトチェアに比べるとかなり軽いですね。あとヘリノックスだとやっぱりヘリノックス使ってる方多いので、ちょっと他の人と違うチェア買いたいで、軽いチェア買いたいっていう方だったら、このいったニーモのねムーンライトリクライニングチェアもおすすめですね。で、デザインがすごくかっこいいのと、あとね、こういったコンパクトチェアってこのシートをフレームにつけるときにちょっと力がいったりするじゃないですか。こちらのニーモのムーンライトリクライニングチェアはパチッパチッとこうはまるようになってるので、ちょっとは組み立てはヘリノックスよりも簡単かもしれないですね。というわけでいかがだったでしょうか。軽いチェアといってもですね、まあ、収納時の大きさも大事だし、デザインも重要ですよね。で、収納時のコンパクトさだけで言うと、ヘリノックスのね、タクティカルスピードスツール M サイズ、これがまあおすすめですけども、軽さで言うとチェア1ミニがいいんですよね。で、組み立てた時にやっぱりある程度大きさも欲しいなっていうんだったら、チェア0がいいと思いますし、まあいろいろね、選び方はあると思います。皆さんのね、キャンプのチェア選びの参考になれば幸いです。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。